どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信の方を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、関節痛編2023版の、ガイダンス動画となっております。ここからですね、3ヶ月程度を目処にですね、関節痛についていろんな解説をリハビリの視点からさせていただきますので、よろしくお願いします。で、まずそもそも、改めてなんですが、関節とは何かという、一言で言ってしまうと、骨と骨のジョイント部分、これは関節になります。で、人体にはですね、形態や特性が異なる大体260もの関節が存在するというふうに言われています。で、関節はそして原則なんですが、積極的にこう動かすと動きがスムーズになって、逆に動かさないでいると動きが制限をされてしまって、動く範囲がこうどんどん狭くなってきてしまいます。そうするとこれがですね、場合によっては痛みを生じるということです。これがいわゆる関節痛です。で、これ、例えるなら、例えば放置された昔の古い家 の扉がですね、なかなかこう動かなくて、動かそうとするとこうぐっと大きな力がいると、ちょうどこんな状態だと思うというふうに思っていただければいいかと思います。で、その主な原因としては、もちろん関節自体の動きが悪くなるということもあるんですが、こう全身のですね、不具合によって関節の周りにはいろんな影響を与えるものがあります。例えば筋肉ですとか皮膚ですとか、それから腱、神経、靭帯なんていうものがあるんですが、こういったものに負荷がこうかかりすぎてしまって、これがですね、加齢による影響も加わって、動かさない、あるいは動けない状態でいることが、やはり関節動かさないでいるということが、やはり最も大きな原因だというふうに考えられています。で、これを拘縮というふうに言います。で、実際この関節痛ですね、厚生労働省のよくこの動画でも紹介させていただいているんですが、国民生活基礎調査というものがあるんですが、その中でもやっぱり腰痛、肩こりに続いて第3位に関節痛というのはランクインしています。やはりそれだけ悩んでいる方が多いというふうに言えます。で、さらにこの腰痛、肩こりと関節痛というのは実は密接な関わりがあるというふうにされています。例えば腰の動きが首に影響を与えているなんてこともありますし、それから足の裏の動きがですね、肩に影響を与えてしまっているなんてことも実際あります。で、さらに、それだけでも問題あるんですが、今やはり長引く新型コロナウイルス感染症の影響、あと特に最近はコロナ後遺症の影響がありますので、コロナ後遺症いろんなものがさ、例えば疲労感とか倦怠感というのが現れてきたり、それから呼吸困難であったり睡眠障害というのが現れるというのが知られてはいるんですが、それと同時に関節痛が現れるということも知られてますので、今後への影響はより一層懸念されているというところがあります。ただ、その一方で意識的にこう正しい関節の動きが引き出されると、それはですね、体の回復とか改善につながるというところもありますし、やっぱり心の方もですね、要は体がこう心地よく動くということがリラックスにもつながりますので、これがさらに全身に波及をしていって、健康的な生活、良い人生につながるというところがあります。なので今回この関節についてですね、リハビリの視点から情報発信と解説動画を、ですね、2023版ということでリニューアルをして、全部で13回の配信でいろいろお話をさせていただきたいというふうに思います。で、具体的な各テーマとしては、前半の6回については、肩、肘、手、腰、膝、足の各関節の仕組みと、その具体的な実践的アプローチについて紹介させていただくのと、後半の6回ではこの関節痛に関連がある様々な疾患や障害、例えば骨折ですとか、それから靭帯や腱の損傷ですとか、それから首の障害、膝の障害、それから関節リウマチという疾患もありまして、あとはやはり外せないコロナ後遺症による影響というのもありますので、これをですね、順にその概要と対策について解説をさせていただきます。で、詳しくはですね、各動画のサムネイル、いわゆる表紙の部分がありますので、そちらをご覧になっていただくか、または各動画の概要説明欄の方をご覧になっていただきたいなというふうに思います。で、この概要説明欄の方には、各動画 その配信のスケジュールもありますし、それから動画作成の際の資料とさせていただきました主な引用参考文献の一覧もですね、載せさせていただいておりますので、こちら合わせてご覧になっていただけるといいかと思います。
で、この次回からの、関節痛編の各動画をですね、日々関節痛で悩んでるっていう方はもちろん見ていただきたいんですが、同時にですね、その方を支援、方と支援している医療、介護職の方にもですね、ぜひ見ていただけることで参考になるかと思いますので、ぜひですね、楽しみながら正しく学ぶ機会と、それから実際に行いながらですね、役に立つものというふうに活用していただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。